おお。一番最初下げたったの。結構田園風景ですな。結構あるってこと。ねよ。はーい、よー、映ったよー。おー、ダッシュダッシュダッシュ、へっ、変なダッシュや。はい、みなさんこんにちは、初住です。今日はね、稲沢市祖父江の、祖父江ってもこれ祖父江のギリギリやなに行きまして、ですね、今日の日付言ってないじゃない。今日は30日の日曜日です。1月30日ね。じゃあ、明日はね、うん、夜にね、おちょぼさんに行くと、とんでもないことになってるから。まあまあ、でも。いい人、行きたい人は、おちょぼさんに行ってください。ああで、今、サポートで持って来ている人は、都市会で働くんです。うん、今車がちょっと通るのは珍しいの、ここだ。え、ここに来た理由は、今日ここに来た理由は何ですか。ここに来た理由はですね、演歌百選 BS の演歌百選でおなじみの花房慶子さんの、カラオケバーです。全曲的に知名度は知名度知らんあんまりないけど、まあ演歌百選ファンなら大体みんな見てると思います。で、僕も結構載せてますんで、YouTube にね。まあ、それで、花房慶子さんやれば、僕の、初住が出てきますんで、カタカナに初住ですね。花房慶子さんは前、稲沢祭りで来とって。あ、そうそう、ラビーナサーティがまだ、ご当地アイドルね。稲沢のご当地アイドルで、ラビーナサーティの時かな。あの時、その時に、来とったもんね。来とったね。うん、で、応援団も一票だな、うん、その花房慶子さんの応援団何年前やろね、5、6年前かな。みんななんか黒い服着とって、後ろに文字でも花房慶子ってバーンって、うん、ほんで、でラブイナーサーティーついでにちょびっと見たかな、本人を。ああ、見たよ。そうそうそう、で、その、花房慶子さんの、お店というか、それがあるということで、あれ本人だ。は？本人が車から出てきた。本人が？本人にやがるよ。やべえ。とか言って。あ、なんか言われたらはいとか言って言いたいな。実はここからトシ君の家までは車で5分もかからない。なんだ。うん、ほんで、まさかあるとはそれも知らんくて、その、お店、だからもう、多分ね、見た感じ、なんていうかな、まあコロナの影響で、潰れたような感じになってるんですね。まあ変わって移していきましょうか。で、オミクロンもすごいでね、もうデルタも完璧抜いちゃって。なんか言いにくるぞ、おめぇ。うわ中に入るわけじゃないから。言いに来たときはどうするんだ。パンパンって今、ファンですって言えばいいな。今日は、曇り空で。見てます。で、あれね、ここ旗見えるかな、みんな。ちょっとアップしますんでね。これ、神宮の裸祭りのお餅をね、やるとこのでね。で、このちょっと左にこれが、お店でーす。ちょっとアップしますね。カラオケ寄り道花房慶子ですね。パッと見たらちょっと旗とかね結構ね倒れててね、そんな感じですね。じゃあ道をちょっと渡って、さっき本当に本人だったなあれ。うん、着物着てねえもんで分かりづらかったけど。こんな感じですね。今寄ってきましたね。一番下げて今こんな感じですね。もう旗が結構ねボロボロなってて、でまあで
これの入り口の方に回りますと、あんまり時間は時間よ、うん、こんな感じで、こちらもこんな感じであります。なんでも中に演歌歌手の中ポスあるね、秋山亮と多分一緒の事務所、うん、ということで今回この辺にしていきましょう。どうしようか、さっき本人らしい人がおったじゃないの。あ、そうそう、本人らしい人がおったし、あ、まあ、時間的にちょうどいいぐらい、はい、じゃあ閉めよう。じゃあちょっと、ここはマスク取って、今回は、稲沢しそぶえの、カラオケバー寄り道の、花房恵子さんのところに来ました。ちゃんと日本クラウンと書いてあるね。実はね、2日前ぐらいにとし君が下見し来たんだけど、なかったね、とし君わからんかって、うん、ほんで、まあ、すぐそこにコンビニがあるから、コンビニで検索したらすぐここは出ました、はい、これからも皆さん、宴会百選を見たら、花房さんとか応援してくださいね、はい、ではまた、最後にね、諸事情のチャンネル登録、5チャンネルあります、よろしくお願いします。最後は今日は、埼玉県ポーズで行こうかな、これです、シュン、ということで最近見た飛んで埼玉ポーズをやりました。じゃあまたお会いしましょう。諸事情でした。